は一緒に焼きますけど、基本的に釜も別ですし、工程も違うので、主人がやるとき私は助手だし、私が物を作るときは主人は助手です。私のこんなに長くやってても絶えず失敗します。いろんなことで失敗するんですね。だけどいちいちくじきてられないんですよ。その失敗の中でも何かを学んで掴み取って、次に次にっていう、だから常に何だろう、ゴールがない感じ、もう常に常にこうやっていかないといけない。それ焼き物だけじゃないかもしれない、技術職ってそうなのかもしれないですけど、その向上していく感じは楽しいですよね。そして、そのためにたくさんの人からのいろんな人のものを見て刺激を受けて、まあ、人のものっていうのは焼き物に限らず絵画であり、もしかしたら建築かもしれないし、そういういろんなものから刺激をもらい、人の話から刺激をもらい、常に頭の中も焼き物のことばっかり考えてますね。それは楽しいことです。自分の好きなことをこう軸にして生きてるので、実はやっぱり自分が親父から引き継いだのなので、最初はやっぱり嫌だったんですよ。あの自分の子供にしかいいかなっていうやるだったと思ったんですけど、今は誰でもいいのかな、そんなちっちゃい考え方じゃどうしようもないのかな、やっぱり技術っていうのは誰かに伝えた方がいい、誰でもいいのかな。親父はもう50年60年経ってもまだまだって言ってたんで、その意味がだんだん分かってきましたね、この年なんで。よかったよかった。